沖引きは、伊勢神宮の神宮式年遷宮における大衆参加の行事。三重県伊勢市で行われ、沖永初式は、同県志摩市及び、渡来郡大樹町でも開催される。また、伊勢市周辺や、東紀州地域などでは、伊勢神宮以外の神社でも、遷座に、氏子が沖永工事を行う例が見られ、千唐洲町では、伊勢市内の法営団から法営者を借り受けるなどして、唐洲神社で沖永が行われる。以下、伊勢市で行われる、伊勢神宮に関わる沖永を中心に記述する。地元の法営団では、沖永と表記する。法営する要罪により、沖永工事、音井大樹法営式、三比白木法営式、沖永初式、沖引染式という3つの行事に分化。内容にも多少の差異がある。式年遷宮で用いられる檜の用材を、内宮用材はそりに積み五十鈴川を遡り、内宮境内まで引き上げ、川営、川引き、下宮用材は、法営者に積み、宮川河畔より、伊勢市内を通り下宮境内まで引く、陸、営岡引きのが、基本的な形態である。式年遷宮の初期の頃には、用材の運搬は、律令制下の何らかの下役、おそらくは、用であったと思われるが、不明である。中世以降、神宮に与えられた、所領、診療地の住民、診療民は、年貢の義務がない代わりに、遷宮での労役提供が課せられていたと言われる。ただ、文献には、診療民の奉仕の気持ちから始まった、という記述が見られ、強制ではなかったという見解もある。記録の上では、第40回内宮式年遷宮において、寛正3年造り内宮紀1452年、享徳2年3月15日の帖に、木遣歌の記載があるのが、最も古いものである。また、江戸時代には、装飾や催しが華美に過ぎるとして、取り締まりがなされたとの記録があり、すでに下役というより祭礼化していた。式年遷宮の初期の頃には、用材を切り出す御杣山は、神宮背後の上地山、内宮、高倉山、下宮であったため当然前述のコースとは異なると思われるが、詳細は不明である。御杣山が大杉谷にあった第46回式年遷宮の1682年最高の沖永は、両宮とも瀬田川小田橋から陸営したという記録が残っている。御杣山が木曽、美濃国、信濃国に移り、伊勢湾を海運されるようになった第47回式年遷宮、沖永は1702年以降、現在のコースを取るようになった。御杣山の変遷については、神宮式年遷宮を参照のこと。伊勢の沖引行事として、国の選択無形民族文化財、風俗習慣、祭礼、信仰に登録されている。法営の主体であり、基本的には、旧診療地、おおむね旧伊勢国の宮川以南の地の一町内で一法営団が結成されるが、現在の町域とは必ずしも一致しない。旧市街地においては一つの町がいくつもの法営団に分かれていることがあり、近年のスプロール化現象により引き手の減少に苦慮している。郊外では、数町で一法営団を結成しているところもあるが、住宅地造成などで人口が増え、分割したところもある。また、2005年、平成17年に、伊勢市が周辺2条1村と合併したのを機に、旧診療地ではない宮川以北の旧渡来郡、小畑町、旧伊勢市の北浜地区や宮本、沼木地区でも、新しい法営団が結成された。法営団は、その所在地により、内宮領と下宮領に分かれる。おおむね内宮に近い宇治地区や五十鈴川、羽川流域が内宮領であり、下宮に近い旧伊勢市街地、山田地区や旧美園村が下宮領であるが、歴史的な経緯から次のような例外がある。法営団は、沖永工事の間のみ結成される。お城石持ち行事の時には、法見団という名称になる。例外はある。平年時、団が解散となる地域では、両行事に向けての積立金の管理や、初法営の実施主体は、町内会に移管されることが多い。法営団名はおおむね、旧町名であるが、それに打号と称する別名をつけることもある。沖永発式においては、複数の砲営団が連合して砲営することがある。内空領は、所属全団が小学校区単位で連合団を結成する。ただし、大正年間に鎮座した大和姫宮は、内空領のほぼ全団で砲営する。伊勢市街の滝源氏宮、伊蔵宮にも各々砲営団、または、沖永砲士会があり、砲営する。下空領は、旧市街地の特定の団のみが砲営するが、2砲営団で連合するものがある。おとい来期砲営式は、もともと神宮直轄の行事である。官営という。第62回においても内空領は、神宮直轄として行われた。下空領は、宮川河畔から下空、北御門までを砲営本部の行事として行い、北御門から下空五条殿までを神宮直轄の行事として行った。いずれに対しても砲営団役員等の参加はあったが、砲営団単位での参加はなかった。檜の丸太である。おとい来期砲営式を除き、神宮の工作上で外皮を剥いだものを用いる。おとい来儀は、ご神体を納めるおとい来の用材である。これのみ、基礎山中から切り出された用材をそのまま砲営する。沖永発式で砲営する用材は、薬器といい制具及び、別宮の重要用材ということであるが、詳細は公表されていない。第61回においては、胸持ち柱などという表現をしていたが、第62回においては、胸持ち柱は含まれていないと発表している。沖永工事で砲営する用材は、用途を特定されはいない。ただし、伝統的に内空、下空の制宮の扉に、胸持ち柱として砲営されるものがあり、他の用材に比べ群を抜いて太かったり、長かったりする。第58回、第59回においては、これらの用材を特殊用材あるいは重要用材として、第3年時に砲営するようにしていた。第58回においては、荒祭宮、風日のり宮、月読四宮の胸持ち柱も、第3年時に砲営したとの記録が残っている。第59回は、戦災のため砲営は中止された。第60回以降は、これらの用材の砲営に、特別な日程は組まれてはいない。用材を、ご神木と呼ぶことがある。おとい来期のみをそう呼ぶことが多いが、すべての用材をそう呼ぶ人もいる。単に、沖と呼ばれることもある。心を柱、御船台、仮おとい来に用いられる用材は、砲営されない。一つのそり、または、砲営者に積まれる用材の本数は1から3本である。おとい来期、薬木、扉木、胸持ち柱は各1本である。月読宮の薬器を除く。明治年間には1代の砲営者に40本以上の用材を積んだという記録が残っている。内空の用材をそりに積み、五十鈴川を遡り内空境内まで砲営する。過去には鹿海町にあった貯木場から砲営していたが、現代では、三重県営体育館裏から内空境内まで約 1km、五十鈴川を砲営する。出発場所はどれも共通だが、第62回式年遷宮における引き上げ場所及び木を収める場所は、下表の通りである。中第62回の沖永発式では、増水のため宇治橋の手前で引き上げた。そりと綱、及び、テコ棒は神宮から貸与される。沖永発式、沖永工事においては、鳥居、榊や各砲営団の上りなどが建てられる。そりに長さ100から200メートルの2本の綱をつなぎ100から3000名の引き手が砲営する。そり周辺には、進行責任者のほか、テコ型といいそり後方につながれた別の綱で進行方向を制御したり、テコ棒で浅瀬に乗り上げたソリを持ち上げたりする役割のものがいる。また、木遣り子といい祭、財を振り木遣り歌を歌い縁屋の掛け声を掛け引き手を鼓舞するものがいる。祭は、檜製の棒で先端に檜、柳、水木等の木材を薄く切った兵を取り付けたものである。他にほら貝を吹く者もいる。川中の行事であるので当日の雨は、最高に影響はないが、川が増水した場合は、危険なため延期されることがある。逆に水量が少ないとソリと溶剤の浮力が利用できないので、引くのに苦労する。砲営は一気に進むことはなくしばしば停止する。河原に上がっての休憩のほか、練りといって、砲営時は離れている2本の綱の引き手がその中間でぶつかり、押し引きをすることがある。木槍子は綱の間にいるため、2本の綱に挟まれ高く持ち上げられることもある。沖永工事において、川から境内へ引き上げるときには、遠や A と E 一気に引き上げることがある。勇壮だが、コースが狭く曲がっており足場も悪いので、ソリが木に衝突したり転倒したりして怪我人が出ることがある。内宮境内引き上げ後、参道もソリのまま引かれるが、沖永発式の別宮溶剤は、その後敷地、遷宮予定地に収められその途中に階段や橋があるため、ソリからおろし溶剤を担いで運ぶ。月独宮、大和姫宮に関しては、内宮領、陸営参照のこと。最後に、溶剤は、ソリからおろされ、レール上に置かれた角材の上を転がされ所定位置に収められる。この時溶剤が地面に触れてはいけないので、手こぼうと綱を使い慎重におろされる。下宮の溶剤を砲営車に積み、宮川河畔から、伊勢市内を通り下宮境内まで約 2km を引く。1日新領民は途中の宮町から出発する約 1km の行程コースは旧三宮街道、大半は現在の県道伊勢南東線である。第62回における発着場所は下表の通りである。砲営車は音井大規砲営式、1日新領民の砲営には伊勢神宮法師会が制作し神宮に献納したものが用いられる。沖永発式と一般営と呼ばれる地元旧新領民の沖永工事では各砲営団所有のものが用いられる。欅で車体と車輪を作り、心棒は菓子で作ることが多い。時空家はボールベアリングなどは用いない滑り時空家のため、木材同士の摩擦が大きくあんな理由独特の摩擦音を出す。ホラ貝のような低く大きな音が響くのが良好とされる。摩擦の調整のために、ほとんどの段が時空家にチョークを入れるが、油を刺す段もある。神宮の砲営車は、鳥居、榊と F、考察のような形状で段名などを記載する。神宮の砲営車には、大地と記されている。があるだけのシンプルなものであるが、砲営団のものでは、櫓や屋台を組提灯や、紅白幕などで華やかに装飾しているものが多い。砲営車に長さ100から500メートルの綱をつなぎ200から5000名の引き手が砲営する。砲営車周辺には団長、進行責任者、大工のほか、砲営車後方につながれた別の綱で進行方向を制御する手こ方がいる。団長は砲営車の直前、2本の綱の間で両手で綱を持っていることが多い。大工は主として時空家の摩擦の調整を行う。摩擦が小さいとワンなりの音がしなくなり、大きすぎると心棒が焼けてしまう。かは、営動用木槍子がいるが、際に取り付けるぬさは和紙で作る。また、砲営車に乗る本木槍というものがおり、出発前や遠や A 前の木槍を行う。その時溶剤の上に立つ形になるが、溶剤に直接足を乗せないように、溶剤の上に足場が設置されている。沖永発式と一般営では、河川敷の石場で預かった溶剤をソリに乗せ一度宮川につけた後、再び引き上げ堤防を越える時に、シーソーのようにソリを揺らすどんでんという行為を行う。もともと宮川を遡った溶剤を引き上げて、水切りを行ったことを再現しているものと言われている。ただし、下宮棟持ち柱については直接砲営車、出発場所まで運ばれ、どんでんを行わない。その溶剤を宮川右岸の中島町内に待機している砲営車に移し替え出発する。3本砲営する段では、下の2本は通常前夜のうちに積み終えている。ただし、2年次最終の砲営を受け持つ、出雲町砲営団は、川春、川ざらいと称し、溶剤を積んだ3台のソリを連結し、砲営当日に3本積んだ。放映途中に練りが行われるのは川、泳動用である。引き出の前方で伊勢音頭や太鼓等が披露されることもある。放映の最終段階、県道から交差点を曲がり下空、北御門までを勢いをつけて一気に進むことを遠野泳という。放映中に参加者が走るのは通常段で乳母からの下り込みとこれだけである。古くは北御門引き込み後、境内の日よけ橋を渡るルートであって、同郷は反橋であるので、勢いをつけていたものである。同様に反橋であった筋向き橋でも、古くは遠野泳が行われていた。1915年に平坦な橋となった以降は、行われなくなったが、第62回2年次の沖永において復活させた、放映団があった。同所には見物人も多く、放映団にとっては、最大の見せ場となるが、方向制御に失敗し電柱やフェンスに衝突することもある。第62回1年次においては、雨天も多かったため遠野泳を断念した段や、交差点で方向転換した後直進のみの遠野泳を行った段も多かった。おとい大規放映式、沖永発式での機能収め方は、内空漁と同様である。地元の沖永工事では、神宮山田工作場内にある、貯木池に木を収める。その場所にはスロープが設置されており、放映者から途中までは慎重に下ろされるが、最後は解放され勢いよく、池にはめられる。神宮の放映者は、下空内の神宮山田工作場内に、地元放映団の放映者は、各町内に保管されている。一般Aの中には、放映者を出発地へ回送、あるいは下空から回送するときに、トラックやトレーラーでの運搬ではなく、沖永とは異なる装飾をし曳行することがある。出発地への回送をのぼせ車、下空からの回送を帰り車という。夜間に曳行することが多く、その時は、提灯等に明かりを灯す。ねぶた風の装飾を行う段もある。例外的に内空用材を陸営で放映することがある。一つは、磯町の住民が、内空と開きを宮川河川敷から下空、大和姫宮、宇治橋前を経由して内空宇治工作場まで放映するもので、吉光院へ、稽古ウィン引きという。放映距離は約 9km と群を抜いて長い。もう一つは大湊町の住民が内空棟持柱を神宮町古館から宇治橋前を経由して内空宇治工作場まで放映するものである。放映距離は約 4.5km である。以上2つの放映内容は陸営と同様である。ただし、宇治工作場には貯木池はないので、用材の収め方は内空漁の方式である。これとは別に沖永発式においては、内空別宮の月独子の宮、大和姫宮へは陸上をソリで放映する。両宮とも、五十鈴川から遠く離れているので、こういう形態になったものである。月独宮宮所野には4つの別宮があるので、沖永発式で唯一2本の薬機を乗せたソリ2台を放映する。また、同じく、滝源氏宮、伊蔵宮へは、放映者での陸営を行う。滝源氏宮へは、2台の放映者が、大紀町の集落の両端、一つは、宮川河畔の、かつての用材集積所。から約 3km4km にわたり、集落の中の参道を放映する。参道が狭いこともあり、放映者は伊勢のものに比べ小ぶりである。伊蔵宮へは、磯部川沿いのかつての用材引き上げ所から約 1.5km を放映する。別宮の用材は、一宮1本であるが、この宮のみ2本あり、大人用、子供用の2台の放映車で引く。やはり、放映者は、伊勢のものより小ぶりである。なお、内空漁、陸、泳という表現は、厳密には、大湊町の放映のみに該当するが、ここでは説明の都合上このように区分した。放映団への参加は、その地域の住民であることが前提となる。放映団参加世帯の親類や知り合いが参加することはあるが、その世帯の家族という扱いである。これを、全国の神宮崇敬者にも広げてほしいとの声が神社関係者よりあり、第60回から参加できるようになった。第60回は神社本庁関係者のみ、第61回は一部宗教団体等へも広げ、第62回は一般募集も行うようになった。第 60.61 回には、旧診療地、伊勢、二見、御園に宿泊することが条件であったが、第62回には、宿泊地は自由となった。第61回においては、川営への参加もあったが、第62回においては、陸営のみ行われた。第62回においては、2年間で約7万7千人の1日診療民が、法営を行った。第57回以降の日程は、下表の通りである。見ての通り、日程は固定的なものではない。特に御杣始め祭、要罪の伐採の最初の祭事で切った木を引くおとい、大規法営式が最初に来ない時があるの注目に値する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。